明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。うん、今年もよろしくね。髪暗く見えるよね。めっちゃ暗いかも、ここにいると特に。うん、何何何、すごいなんかおみくじみたいなギフト来たね。今日ちょっと待って、読めないかも。めっちゃいっぱいありがとう。部屋が暗くて、ここ、そう、友達の住めでさやが好きになってる。嬉しい。じゃあ2024年はさややん始め、どうですか。本当にボサボサすっぴん、暗闇手持ち、ごめんね。うん、お寝起きじゃないんだけど、配信ないと思ってたね。えすごい今なんか本当にニュースとか見て大変な状況、いろんなこと起きてるけど、どうかご無事で、はあ、正月ね。うん、でもねちょっと配信できてよかった。今日元気出た、よかったよ。あ、ありがとう、桃色歌合戦ありがとうございました。あとカウントダウン TV もだしあとなんかさ、何、今年も好きだよってギフト、かわいい。なんかあれも今年辰年で、なんかそのファンクラブの方にプレゼントされる、抽選でプレゼントされるやつで、サヤドラゴン描いたの。そう、非公式、非公式が今年はちょっと現れるかもしれない、いろいろそう、2年前ぐらいにさやうさのドラゴンバージョンでさやドラゴンっていうのをなんか生み出したんだけど、そう、みんなが意外と好きって、さやドラゴンのこと好きって言ってくれるから、どんなんだっけって思って自分で、え、本当にあの年賀状書くときね、自分でサヤドラゴンって検索して、そう、2年ぐらい前のそのサヤドラゴンのスクショみたいなのを載せてくれてたファンの方のスクショを見て、もう一回書いた、調べた自分で調べたね。エトシリーズありだな。うん、調べたよ自分で。そう、ぜひ FC の方チェックしてみてください。うんそうそうそう、明日のイミーゴ楽しみ。あ、ね、明日のイミーゴ放送なの。そうなの、新年からぜひ。あと今キャンもありがとう、大晦日に聞いてくれた皆さんありがとう。サイヤン黒髪かわいすぎ、え、嬉しい。え、なんかさ、桃色歌合戦の時にめちゃくちゃ黒髪、サイヤンの黒髪めっちゃかわいいみたいな言っていただいてて、歌合戦の実況ポストで。本当に？でもしばらく暗い色でいるつもりだから嬉しいって思って、ありがとう、いっぱい嬉しかったです。実況ポストありがとうございました。うん、年女は見れたんと七かかな、の意味は。うん、明るい色が恋しい時もたまにある。でもね、ちょっとわかる、さやもなんかあのイコノイジョイパズルとか、あ、髪明るいし、わあ、ちょっと髪色可愛かったなーってなったり
ピするよ。そう、今何分？話したいこといっぱい、嬉しい。50分ありがとう。ビスターズの時の髪色好きです。セアもあるお気に入りだった。で、髪の長さもね、短かったよね。ねえ、50分ありがとう。あとさ、今年も春の海歌ったの。しかもなっちゃんと、なっちゃんになんかちょっとお願いしていいって頼んで、バージョンアップさせた。なんかみんなに言ってなくって、そう、二人でバージョンアップさせました。でもなんかなっちゃんに、なんかさやがちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんって歌ったらなんか入れてほしいってだけしか言ってなかったから、お願いしてなかったから、あんな感じになると思わなくて、めっちゃみんな爆笑してたよね。ほんと？え、そうなの。なんか今年も歌うよねみたいな感じになって、春の海担当になった。うん、いや、なんかもともと去年かな、去年のその新年明けましておめでとうございますの動画撮るときに、さやがその前、動画撮る前で、ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんってなんかスーパーで流れてるよねみたいな感じで、めっちゃなんか動画撮る前になんかおちゃらけてたら、そしたらそれ歌わないんですかってカメラマンの方、そう、いつもなんかあの映像とかもしてくれてる方に言われて、え？みたいなとこから去年始まって、突然、そう。そうなの。だから今年も歌いました。そう、あとイコノイジョイチャンネルさんの動画の方ではなんか2023年の漢字みたいなのもさや発表してて、そっちもぜひよかったら見てください。あ、1年始まった、さやの春の海で、やったー。嬉しい。てかめっちゃギフトありがとう。全然読めてなくてごめんなさい。タワーをくれたのは誰？カワケン、ありがとう、ありがとう。今年もよろしくね。ちょっと改めて書くね。あと、のぞみかな？ありがとう、のぞみ。今年もよろしくね。ちょっと、だいぶ後日になっちゃうかもしれないけど。あ、明日の夜とか行けるかな？うん。ちょっとボサボサ、ほんと？前髪、前髪、もう、もんもわって感じ。初夢さ、何見たか覚えてないんだよね。やばいよね、悔しい。ありがとう。嬉しい。でもなんかみんなのお顔見れて、年越しの瞬間はさやうさちゃん、さやわん愛犬と一緒にジャンプしました。さやが抱っこしてなんだけど、抱っこしてえいって飛んだ。飛躍の一年という意味を込めて。そしたら横でさ、お兄ちゃんも飛んでてめっちゃおもろかった。七日も飛んでた。え、どういうこと？七日、え、年越し配信みんなしてたの？
そう、みんな飛んでる。そっか、いつかね、さやも年越し配信したいなって思う。うん、みんな飛んでんの？かわいい。なっちゃんもやってたんだ。え、いいね、ひーちゃんも。いいね、いいね。素敵、みんな。うん。いつかやりたいな、さやも年越し配信。うん。ねえ、イクラブさんもジャンプしてたし、なんかジャンプしたくなるんだよね、年越しする瞬間。うん、なんでだろう。初詣まだなの。でもね、行く予定あるから楽しみ。みんなグダグダ、かわいい。57分。ありがとう。あっという間だった。また配信するね。イエーイ、今日誕生日おめでとう。素敵。年女お疲れ様。そう、終わっちゃったよ年女。寂しい。でもね、辰年も楽しみだな。ネイル可愛いからネイル見せとこう。ね、本当に全然ギフト読めなくてごめんね。タワーは今度書くね。みんないっぱい、ギフトありがとうございました。辰年。イエーイ。じゃあランキング読みます。13位ひろし、12位あきよし、11位プラス、10位10文字、9位クラウン、8位なぎさ。あ、待って、間違えた。ん、変わった。もう一回いきます。13位ひろし、12位さくらもちもち、11位クラウン、10位きちゃん、9位なぎさ、8位ななぴよ、7位ヒロ、6位リョウ、5位フミヤン、4位プラス、3位ユリナ、2位のぞみ、そして1位カワケン。ありがとう。もう時間かな。まったりドタバタ、どっちの、どっちだろう。でもなんかこうやってちょっとでもみんなとお話できて嬉しかったです。明日は配信すると思う。うん、ぜひ今年もどうぞよろしくお願いします。ありがとう。素敵な三が日をお過ごしください。さやちゃんでいっぱいの一年にしようね。ありがとう。よろしくね。またね。コメントもいっぱいありがとう。ギフトもありがとう。指ハート。おやすみー。